田優馬タセサブス。全然、あ、でもなんかあの僕すごいこう女の子を好きになると結構その人をずっと好きでいた時期があって、なんか小学1年生から小学6年生ぐらいまでずっと同じ子が好き。大丈夫な話それ、大丈夫な話、大丈夫な話です。今のこと大丈夫かも。え、それ何子の話、これ何、何ファーの話、何ファーの話、何ファー、ファーってなんだ、ファーってどこ、何族だね。フォトグラファー、小学生だって言うてる、小学生やつめろって。もうダメだ、もうどうすればいいんだ俺は。いやでもなんかその、うん、なんかこう1年生の時からずっと好きだっていうのがもうバレていて、あ、バレてた、相手にバレてたって、バレてたんですよね。いいね、かわいいね。で小学6年生の時になんか告白しろよみたいなの言われて、なんかじゃあ告白こうじゃあし、じゃあなんかしなきゃいけないみたいな感じになってしに行ったら、小2の時は好きだったっていう話をされて、惜しいねー。惜しくねえよ、スタートダッシュ決めとけ。そうだよ。そうか。でもシャイだったの、その頃は。いや、その頃はシャイでしたね。トゥーシャイボーイでした。だから小学2年生の頃からでも僕は太り始めてたんです。もうだからもう後戻りできなかった。なるほどね。自信がなくなっちゃった。自信がなくなっちゃった。むっちりしてる場合じゃなかったんだね。そうね。もうその時期からもう外には出ない人間になっていたので、ずっと家にいました。黒歴史の話は。いや、僕はあのみんなと遊びに行くんですけど、みんながあのそろそろ野球やりに行こうぜって気配を出すと、僕はドラゴンボールのゲームをみんなに提案するっていう。そんなことでドラゴンボールやらないから、ね。ドラゴンボールのゲーム。そういう小学生でした、ね、その当時。くだらないと知ってるのに傷つくと